への階段を登ったはずやのに、なんで下に落ちたん？おそらく見えない正門でしょう。以前私たちが魔城から撤退した時と同じように。つながってない空間を接続する技術のことね。それでここはどこかしら？見たことのない空間です。正門の中にあった異空間の可能性はないのでしょうか？ああ、キャロルと遭遇した時のあれ？いいえ、ここは天魔城の内部だと思うわ。ええ、月の輪によるとセントフォンテーヌで最大級の崩壊エネルギーの源は私たちの下にある。つまり、わざと私たちを迎え入れたということですか？敵は余裕があるみたいですね、メイ姉さん。彼らはきっと後悔することになるわ。もちろんです。ついてきて、隊員たち。第二、第三小隊、これよりアテンマ城内部の捜索を開始します。はい。これが大崩壊の中で生き残った英雄のオーラな？安心するというか、思わずビクッとなるというか。やっぱり元バルキリーは最高。魔城の内部は想像していたよりもずっと広いね。以前第三小隊が戦った場所もその一角だったのかもしれないわね。全て頭、これほど巨大な建物、一体どうやって気づかれずに空中に作ったのでしょう？天井の人とやらには天命にもない技術があるんやな。あの正門もそうや。まさかほんまに宇宙人とちゃうん？そうだ。了解、わかった。この道は前にも歩いたような、気のせい。これだけか。私の完成する。やっぱりここにも構築体怪物がいるんだね。うちの帝はもう熱うなってきたで。ここで会ったのが運の好きや、タロットたち。あら、あの子戦闘は面倒だって言ってたのに。ずっと後方でサポートしていたので耐えきれなくなったのでしょう。単純な子ですが嫌いではありません。私もよ。承知した。まずい。地味勝ちで全力で戦う。何だよ、
天魔城最深部への道が何かに塞がれとるみたいや。真相は？さすが悪い奴らの根城やな。簡単には通さへんつもりや。この構想をまずは近づいてみましょう。地図を確認しましょう。アテンマ城、この建物はどう見ても人間が作ったものにしか見えません。それもそうか。本当に宇宙人が作ったものだったら、ここの構造はもっと不可解な感じになるんじゃない？覚醒する。ブローネちゃん、何を考えてる？黎明が来た。これほど質量の大きいもの、その原材料はどこから来たんでしょう？もし資材を現地で調達したとしても、この都市のどこかに同じ体積の空洞が存在するはずです。うん、でもセントフォンテーヌに巨大な空洞なんてなかったで。もしくはフォースワンエリアと同じように隠されたとか。その可能性もあります。私たちがまだ気づいていないだけで。ライデン、ティミダ隊員、あなたの戦闘テクニックは独特なので。あなたが得意とする作戦距離は私に比較的近いから、なるべく合わせるようにするわ。いえ、その、ティミダ、キャパオーバーしたね。ラカリオ、隊長、うちのことも褒めて。そうね、キャロルも頑張ったわね。ティミダ隊員と交換してみるのはどうかしら。お断りします。ライデン将来隊長、ひどい。加勢する。レイメン、ライルでしたら問題ありません。試練をクリアしろってわけ。このやり方は天上の人というより彼らしい。え？があればいいんですが。じゃあ、ちょっと、出した。ちょっと、ライデン将来。レイメイが来た。殲滅モード起動、ファイナルショット。神経変更、ブルーリン、ライデン将来だ。覚醒する。人格で、サンデー。Let's go.
反応は？魔杖の他に崩壊エネルギー反応が高い個体がこの先にいる。ようやく姿を見せる気になったようですね。天井の人はみんな警戒を強めてください。敵はこの先にいます。はい。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。わかった。この道は前にも歩いたような。気のせいか。了解。この任務思ったより簡単じゃなさそうだ。ようこそ招かれざる客たちよ。おや、人数が増えたようだ。この声、ええ、確かに夫アポカリプスの声です。え、夫？それは天命の前の大主教の名前とちゃうの？でも夫主教は夫アポカリプス。懐かしい名前だね。誰もが彼の名前を口にして、誰もが彼のことを忘れられない。だけど、あなたは彼じゃない。誰であろうと、あなたへの質問はたくさんあります。ああ、もちろんだ。君たちの聞きたいことならわかってるよ。僕は誰だ？天井の人とは何者なんだい？奴らはこのセントフォンテーヌで何をするつもりなのだろうか。それほど多いってわけでもないね。あら。時間が省けるわね。だが今さらその答えを知ったところで、未来に何の影響も与えられないだろう。それは私たちが判断します。はあ、何も知らない君たちがどう判断するというんだい。星の扉はもうすぐ開く。天井の人の降臨は止められないよ。ここで君たちを迎え入れたのはあくまで主としてもてなそうと思っただけだ。座るといい。ゆっくり話をしながら共に世界の変革を迎えようではないか。そういう答えは求めてません。同感ね。さすがは旧世代の英雄たちだ。もし僕が恐怖という感覚を体験できるなら、君たちの勢いに驚いて震えていたかもしれないな。それなら別の答えを君たちに与えよう。そう、大多数の質問を解決できる答えをね。ああ、こういう時は悪党らしいセリフを言った方がいいだろうか。君たちは天井の人に勝てない。ここで倒れるがいい。さて、遺産で魔城にやってきた英雄たちは悪党に勝てない。頑張れ、終わったはずだ。沈下して、ジャンプ。全力で戦う。ゼロゼロの地球、殲滅モード起動。ファイナルショット。真剣ライデン将来だ。
沈黙。001基準パワー全開。どれほどの魔術なの。ベイメイが来た。弾撃モード0分の地球全武装展開。目標沈黙。加勢する。よしライデン将来だ。今回はベイメイが来た。疑似神の鍵の精度が落ち始めてる。どうやら君たちがこの体に与えた魔紋は予想よりもずっと多いようだね。だが、より多くの崩壊エネルギーが必要だ。ライデン・メイ、君にそれほどの力が残っていたとは驚いたよ。まさか同じ技で私と戦おうとするなんて。その方が驚いたんだけど、この一撃は私の隊員に手を出したことのお返しよ。隊長。僕を倒したところで何も変わらないさ。言ったはずだ、君たちは何も止められない。その姿もあの人とそっくりね。彼が用意した玉鋼の体の一つでしょ。あなたはオットーじゃない。なのにさっきの戦闘であなたは疑似神の鍵を使用した。あなたの正体が分かった気がするわ。あなたはオットーと共にこの世界を去ったと思っていました。悟空番書。どうやら一つ目の答えを見つけたようだね。本当にあなたなのね。ではついでに他の質問の答えも話してもらいましょうか。いいだろう。言ったようにそれは僕の計画に何の影響もない。君たちがここまで必死に戦ったことに敬意を表する代わりに教えてあげよう。天井の人は一体何者なの。もしくは何の組織。君たちもなんとなく分かっていただろう。この時代に天命ですら把握していない技術を持つ組織なんて存在すると思うのかい。少なくともこの星には存在しないさ。え、それってつまり本当かよ。天井の人は宇宙から来た文明ってこと。正解から来た狩人、略奪者、星食い。彼らに関する呼び名は様々だが、この閉塞的な星ではあまり知られていない。彼らは一つの銀河から別の銀河に移動し、あらゆるエネルギーを奪う。その銀河を食い尽くすまで彼らは獅子のように狩りをし、ハイエナのように貪る。彼らをここにおびき寄せることがいいアイディアだと思ってるんですか。どうしてそんなことを。あなたに人類を敵に回す理由はない。あなただって崩壊を駆逐したいはず。いいえ、そのために生まれた存在よ。その通り。僕は崩壊を地球から遠ざけるために行動したんだ。僕が言ったように天井の人はエネルギーを追う狩人だ。まさか。見た目と口調だけじゃなくて、周りを顧みない狂気すら彼を真似ようとしているの。僕もオットーのように自分の欲望に正直になりたいよ。だが僕は生まれてから選択する。な
の音ですか？これは僕の死を予告する判決であり、収穫の始まりを意味する角笛だ。ルケに、天井の人。口数が多すぎる僕が嫌になったのかい？それとも君にいろいろ教えた結果、猜疑心を覚えさせてしまったのだろうか。はたまた僕の中にあるわずかな崩壊の力を見逃したくないのかい？いや、それはないな。何しろ露のような僕と比べて、君の存在はそこが見えない深淵そのものだ。はあ、かつての律者、それに若い生徒たち、忠告しよう。ここから離れるんだ。ルケには君たちが理解し挑戦できるような相手じゃない。深淵を覗こうとするな。僕のようになるぞ。僕の使命と呪いはここで終わる。彼、正門に消えてしまいました。奴の仲間、あのルケニとやらに助けられた？助けられた？むしろ正門に粉々にされたんじゃ。なんや、アテンマ城が揺れています。おい、崩れるとか言わないでくれよ。まずはここを出るわよ。ですが、出口がありません。嘘だろ？じゃあ入り口を、違う、正門に送られてきたんだから入り口なんてないよ。うちら、ここに閉じ込められた？そうでもありません。親友？冗談だよな？な？それはいくらなんでも。時間がない。他に選択肢はないわ。私とメイ隊長が先陣を切ります。隊員、しんがりをお願いします。